こんにちは。主婦歴は15年です。他の方々出てられるのを見て拝見して、で私本当に松久さんのレストランがとても好きで、本当に松久さんのプロの方に教えていただけるならばすごいいい機会で学びたいと思い応募させていただきました。主人と一緒に料理作らさせていただいてます。両方とも夜帰るのが遅くなってしまうので、それぞれが戻った時点で一緒に作ってます。そこまで褒められるようなお料理はまだお勉強中なんですけれど、お野菜をたくさん使うようにしたり、お魚の料理を作ったりとか、そしてアジアのフュージョン的なものを作るようにっていうふうになんとか頑張ってます。ポークソテーのお野菜炒めです。頑張らさせていただきます。こんにちは。あ、いらっしゃいませ。どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。どうぞ。私、畑春美でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ケンです。よろしくお願いします。ケンさん、よろしくお願いいたします。では今日は、ビーフのしゃぶしゃぶサラダを作りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。美味しそうです。楽しみです。では、ドレッシングを作っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。まず最初に、今日は、マウイオニオンを用意したんですけども、はい、マウイオニオンは普通の玉ねぎよりちょっと甘みが出て美味しいんで、はい、もしなかったら普通の玉ねぎでも結構です、はい、でこれをまずおろしたいんですけども、じゃあこういう感じで、はい、わかりました、できれば細かい感じで、はい、感じで、はい、わかりました。やってみてください。はい、でこれしても涙は出ないんでしょうか。あ、今日は量が少ないんで大丈夫だと思います。こういう感じでよろしいですか。はい、はいはい、何か外れてきてしまいました。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。はい、どうせ後で混ぜちゃいますんで、はい、でこれはちょっと横に起こさせていただいて、これだけしてよろしいですか。はいはい、もう芯のところは入れなくてそのままで結構です。はい、お落ちてきちゃう。はい、はい、そうですね、斜めにしていって、はい、このぐらいでよろしいですか。はい、でこれもこれも行かさせていただいて、はい、これも、はい、行きます。これが下に出てる、あ、出てないのね。はい、わかりました。はい、はい、ありがとうございます。あ、ほんとこれするとやりやすいですね、これ、はい、お家にあるのよりも数段やりやすいです、こちらの方が。あ、なるべく細かいのがあれば細かい方が。そうですか。はい、はい、そんなもんで結構です。わ、はい、かりました、はい。で、はい、ですね、このまま汁も全部入れちゃったら、はい、ちょっと辛いんで、はい、タオルで絞ります。これで絞るんですか。そうですね、ちょっと絞っていただいて、はい、あ、で使うのは残ったおつゆが出た分を使うんですね。そうです、おつゆ、おつゆは使わないです。使わない、はい、はいはい、そのままで、はい、こういう感じで、はい、わかりました。で今度はでこれを、はい、このちょっとこの部分を取っておいて、はい、ちょっと少ないですけどこんなもんで十分です。2人前だったら。わかりました。はい、はい、お大根おろしもそういうふうな感じでできるのかしらね。そうですね、だけど大根おろしの場合ここまで絞っちゃうともったいないから、あ、これはドレッシングなんですね。はい、わかりました。これを用意していただいて、はい、でこちらにボウルがあります。はい、でまずじゃあちょっと下にこのように引いてもらって、はい、ではまず最初に砂糖。お砂糖、はい、どのぐらい入れたらよろしいですか。あ、それ全部入れてください。あ、全部、はい、もう測ってあります。はい、ありがとうございます。でお酢ですね。はい、お酢していただいて、でまず、はい、これで砂糖を溶かしてください。はい、バーッと混ぜちゃって大丈夫です。はい、あとは順番はどうでもいいですか。はい、じゃあまずこれもオリーブ油ですか。オリーブ油です。はい、はい、全部入れてよろしいですか。はい、全部入れてください。
オリーブオイル、じゃあ次に、はい、ごま油、全部入れちゃっていいですよ。はい、全部入れてから、はい、わかりました。ごま油、はい、お味噌もですか。お味噌です、はい、全部入れちゃってください。で、はい、はい、ありがとうございます。で、先ほどの玉ねぎも、あ、もう今の時点で入れてよろしいですか。はい、全部入れちゃってください。はい、はい、ありがとうございます。お醤油も少々、もうこれだけ全部、それとも、はい、全部入れちゃって結構です。で、最後にからし、マスタードなんですけど、マスタードはまあお好みで、辛いのがお好きな方はたっぷり入れてもらって結構ですけど、はい、今日はちょっと少々、少々入れていいですか。はい、どうぞ。辛いの大丈夫ですか。私辛いの大好きです。はい、はい、ちょっと味噌を崩しような感じで、はい、バーッと混ぜていただいて、はい、味噌がもう溶けちゃったら、はい、それで OK です。はい、わかりました。本当香ばしい香りがもうしてきてます。はい、でお味噌なんで、もしたくさん作ったら冷蔵庫に入れといてもずっと長持ちしますんで。あ、そうですか、はい、それもよろしいですね。はい、本当に美味しそう。はい、そんなもんで。はい、わかりました。で、これをとりあえずできるまで冷やしておきます。はい、では、飾り付け用の野菜を用意していきます。はい、お願いします。こちらにこういうスライサー、はい、使ったことありますか。あります。はい、ではちょっとこれ危ないんで最初に見本見せますけど、ただこれ最後に飾り付けるようなんで、均等な大きさにこういうふうに。あ、そうですか、はい、わかりました。私これ義理の母がすごく上手なんですけれど、私の指気をつけてください。はい、はい、はい、そんなもんで、はい、で、これを、氷水に落としておきます。はい、落としておいて、はい、はい、で、こちらも、こっちがベイビーキャロッツの黄色と赤ですね。はい、これもこういう感じで、わ、指でやっちゃうとですね、ちょっと危ないから、こんな、こういう感じで。そう、あ、そうですか、こう持って、はい、そうですね、気をつけてください。あ、でもこれが本当に使いやすいですね。でも、はい、コーヒーのスライサーの使い方もあるっていうのも、はい、お勉強になります。はい、あ、大丈夫です、もういいです。はい、わかりました。あの、水にさらして、このまま水にさらしておいて、最後にこれを野菜のサラダの上に飾り付けしますので、はい、このまま置いておきます。では次にお肉を切っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ですね、しゃぶしゃぶ用なんで、なるべく薄く切りたいと思います。はい、だけど後でちょっと叩いて均等な大きさにしますんで、大体の感じで、じゃあまず最初にいきます。はい、これをですね、お願いします。じゃあ8等分に切っていきたいんで、半分の半分、これは普通のステーキのようなお肉を使って、はい、もう何でも結構です。はい、しゃぶしゃぶ用のお肉そのまま買っていただいて、それを使っていただいても結構です。はい、わ、はい、かりました。これは何、これはフィレです。今日はフィレ肉を用意してます。ちょっとクリスマスなんで豪華に。本当ですね。じゃあお願いします。はい、わかりました。そのように切っていただいてよろしいですか。はい、はい、はい、あ、薄く切りすぎた。あ、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。均等にまっすぐ、はい、そうですね。ゆらゆらしていいのかしらね、こういうふうに。はい、包丁全部使ってやっていただいたら。あ、包丁全部使う、はい、あ、こういう感じ。そうですね。あ、本当、その方がやりやすいです、はい、ありがとうございます。いえいえいえ、こういうところがこうして教えていただくと嬉しいんですね。もうちょっと熱く、熱く、はい、わ、はい、かりました。だんだん最後になってくると難しくなってきちゃって、ごめんなさい。大丈夫です、大丈夫です。ではお肉を切りました。はい、次に、しゃぶしゃぶ用に薄く均等な大きさに伸ばしていきたいと思います。はい、わかりました。はい、ですね、こういうふうにサランを敷いていただいて、はい、でお肉をこのまま叩いていきますんで、はい、こういうふうに並べていただけますか。はい、わかりました。はい、いつもお料理されてるから手
手早いですね。ありがとうございます、はい、そう言っていただいて嬉しいです。ありがとうございます。はい、で上からかぶせて、あ、はい、かぶせて、そうですね、おそうです。でこれで、はい、今日はうちレッスンをこういうのをやるんですけど、はい、なかったらビール瓶とか、はい、ビール瓶何でも結構です。あ、そうですか。ただ伸ばしていただいたらこういう風に、じゃあ1個は僕やっていきます。あ、こういう風にちょっとこのお肉大きいんですけど、あ、本当ですか、はい、あとで平たいもので、そうして、そうですね、伸ばしていったらよろしいですか。はい、はい、どうぞ。はい、わかりました。指打たないように。はいはい、わかりました、はい、ありがとうございます。そうですね、する、はい、はい、そんなものでいいですか。はい、こういうふうにしてしゃぶしゃぶのお肉にするっていうことですか。そうですね、それだったら、まあ、最初からスライスのやつ買っていただいたらそれでも結構ですけど、今日みたいなやり方の時はこれがいいかと思います。豪華ですね、フィレミニョンのお肉を使ってこうして、はい、はい、それで、はい、はい、ありがとうございます。ではこれを取っていただいて、はい、くっついちゃうかですね。はい、いいですよ、このまま、はい、そして、はい、はい、になりました。では、お肉をしゃぶしゃぶにしていきたいと思います。はい、ちょっと塩を入れて軽く、はい、下味つけて、はい、これはやりたいと思います。熱湯だけですか。そうです、ただお湯です、はい、で、お肉を持っていただいて、もうご家庭でしゃぶしゃぶやられるように、はい、しゃぶしゃぶしゃぶやられて、はい、このまま氷水に入れていってください。はい、わかりました。はい、じゃあお願いします。はい、どうぞ。あ、ごめんなさい。はい、大丈夫です。で、火たくさん入れたい方はこの時もう完全に火通しちゃって、はい、レアの方が好きな方はもうパッパッと揚げていただいて結構です。はい、こういう感じでよろしいですか。はい、はいはいはい、そうです、うん、そうですね、はい、でもやはりお肉お使いになってるのでアクがあまり出ないですね。はい、これはやはり、まあ、お肉はもうフィレだからかしら。そうですね、フィレが一番柔らかいんで、うん、いいかと思います。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。で、これをで、ここから水からあげます。じゃあちょっとザルにあげていただいて、はい、このままこういうふうに水を軽く切っていただいて、でそれからペーパータオルで完全に水気を拭き取っていきます。はい、はいはい、ではこれを水を切っていただきます。はい、切りました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あ、もうお手手で。あ、もう手で大丈夫ですよ。はい、並べていただいて、はい、これで水切っとかないとちょっとドレッシングのした時も味がちょっと弱くなっちゃうんで。そうですね、はい、軽くで、はい、じゃあこれをこちらに置いて、はい、これを置いてこうして、じゃあもう一度、はい、いけますか。はい、はい、あ、もう一つ一枚いただいてよろしいですか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では盛り付けの方に行きたいと思います。はい、よろしくお願いします、はい、もうあとお肉をこういうふうに下にずっと並べていってもらえますか。はい、わかりました。はい、お願いします。こうして並べて、こういう感じで並べていってよろしいですか。はい、お、ごめ
んなさい、飛んじゃった飛んできました。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、家でやるというのも結構盛り付けには気使われますか？私盛り付け好きなんです、はい、盛り付けるのとか、ダイニングのテーブルのセッティングするの好きです。あ、大事ですよね、はい、なんか綺麗にするとそれにもっと美味しくなるような。絶対そうだと思います、うん、どちらかというとそちらの方が私上手なかもしれないです。はい、そうですね、こんな感じで、はい、はい、ありがとうございます。で、ここに先ほど作っていただいたドレッシングをもうバーッとかけていただいて、お肉の上にですか？はい、たっぷりかけて大丈夫ですよ。あ、たっぷりかけて、はい、たっぷりめにバーッとかけていただいて、はい、これはここの松井さんでもあの普通のメニューに載せられている。はい、載ってます、載ってます。そうですか、はい、そんな感じで、はい、では、さっきの残りのドレッシングで、サラダの方にも入れて、はい、ドレッシングを混ぜてください。はい、もうこれ全部入れてよろしいですか？いえ、あのちょっとずつ、はい、もし足らなかったら後でかけた方が、はいはい、分かりました。ちょっと入れましょうか。あ、ごめんなさい、はい、こんな感じで入れていただいて、はい、でこれ混ぜる、はい、はい、混ぜていただきます。サラダはお好きですか？私サラダ大好きです。あ、そうですか、じゃあ、はい、だから本当に今日のこのメニュー最高です。 ありがとうございます。ぜひあの楽しめてください。はい、作らさせていただきます。お家に戻って、はい、じゃあこれを盛り付けて、あ、盛り付けて、はい、はい、これは真ん中にこうしてるの、はい、真ん中にこう高く、はい、真ん中に高くね、一応あの今月はあの12月なんで、あのクリスマスのクリスマスツリーのイメージで盛り付けしていきたいと思います、はい、ちょっと赤の色の入った葉っぱもあって美味しそうです。もっと盛り上げていいんですか？全部、はい、全部いきましょう、はい、本当に今年は早く経ちましたね。そうですね、もう12月なんて嘘みたいで本当にこうしてお料理を教えていただいてクリスマス気分になります。あ、ありがとうございますありがとうございます。パッとね、ごめんなさい、はい、いやいや、あのポッポッポッ、ふわっとふわっと、はい、ふわっと、そうです、はい、はい、上手です、はい、はい、ありがとうございます。できました、はいはい、はい、では最後にあの先ほど用意していただいたやつを飾り付けしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はるみさんにあのクリスマスツリーのイメージを、クリスマスツリーのイメージですね、はい、お願いしますって言ってもクリスマスツリーのイメージ、あとはあのはるみさんのセンスに任せたいと思います。そうね、クリスマスのここに置いた方がいいのかしら、ちょっと落ちてきてます。あ、大丈夫です、どうしましょう、はい、よろしい、はい、これでちょっと、綺麗です、綺麗です、そうですね、なるべく色交互にしていただいて、そうですね、こうして上に見えるのが綺麗かもしれないですね、はい、こうしてここら辺に入れて、はい、でこれも上に行けばよろしいですか、はいはい、もうあの飾りは何でも結構です、はい、それかちょっと散らしましょうか、またちょっと、そうね、何か散らして、うん、何か子供っぽくなりすぎちゃったのかしらなと思いました。どうぞ、こういう風にありがとうございます。これはどちらに、あ、もうこの辺に、ここに、あ、その方がよろしい、はい、どうでしょうか、はい、ありがとうございます。じゃ綺麗です、こちらで出来上がりです。美味しそうです、ありがとうございます。ありがとうございました。
では今日はお疲れ様でした。どうもありがとうございました。ケンさん、お勉強になりました。楽しくお料理させていただきました。はい、ありがとうございます。ちょっとあの試食の方、はい、皆さんにたっぷりお野菜とお肉、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いただきます。はい、どうぞ。私一人でごめんなさい。 いただきます。お肉も本当に柔らかく出来上がってます。そうです、柔らかいですね。あの大きく切ってしまってもすぐお箸で切れるから。そうですね。美味しそう、ありがとうございます。じゃあいただきます。はい、ありがとうございます。口に合いますでしょうか。はい、とても美味しくいただきました。このドレッシングと、そしてお肉の感触と、そして全てがすごく上手にハーモニーとなっていただいてます。ありがとうございます。今日のポイントは、お肉 の水気をきれいに切っていただくことと、あのドレッシングを冷やして使っていただくことです。はい、あの簡単にできるお料理なんで、ぜひください。ありがとうございます。本当にお勉強になりました。やはりそうしてする方が、あのこうしていただいた時にドレッシング本当に上手にみんな混ざってます。はい、お勉強になりました。そしてとてもこうして綺麗なので、本当にいいお料理を教えていただきまして、どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。本当に楽しいお時間を過ごさせていただいて、あの本当にお勉強になりました。本当にあのお料理を一旦作ってみると、とてもシンプルな、あの綺麗な簡単のように見えますけれども、一応材料とか作り方とかが本当に何かの気持ちが こもっているお料理だと思いました。ですからそれも何かお勉強になりました。ぜひお料理、あのこのメニューをさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございます。